新選組結成当初の中心メンバーであり、後に総長を務めた三男圭介、山並、でも三男圭介、でも正解。正式には三男圭介との説あり、局長の近藤勇、副長の土方歳三から一目置かれた存在で、ありながら晩年、頓暑脱走による罪で切腹を余儀なくされました。 不可解な脱走を企てた理由は今も解明されていません。ここでは三男圭介のその生涯についてご紹介するとともに切腹の引き金となった頓所脱走の謎に迫ります。近藤勇の門下から新選組の総長へ近藤勇との出会い三男圭介は仙台藩、現在の宮城県で剣術師範を務める 三男や後男として生まれました。十代で江戸に出府、地方の武家が江戸に出ること、し、学問に励む傍ら、剣術や柔術を修行。三男圭介は江戸の飯田町堀止めに道場を構えていた、九百石の旗本、大久保黒兵衛に支持して、小野派一刀流の剣術を学びます。三男圭介は多流派との交流も多く、 各所の剣術流派道場を訪ねて試合をすることがたびたびありました。ある時、天然理神流の道場、市営館で近藤勇と立ち会うも敗退。この旗に三男圭介は近藤勇に指令、死に対して行われるべき礼儀のことを取り、その門下に入ります。剣の腕前が高かったこともあり、市販台にまで登り詰めた。 三男圭介は、近藤勇や、土方俊三と共に、しばしばで芸子へ、赴いていたという記録も現存。当時から三男圭介は、近藤勇にとっては、気の置けない人物だった、ことが伺えるのです。1863年、文久三年、2月。近藤勇が江戸幕府の、老子組、募集に応じる、ことがわかると、 三男圭介もこれに賛同。一刀を持って忠義に励む。万里の道も観南真空も、厭うものではない、という、馬をしたためた監視を、知人に託し、司令官一門と、共に京都へと向かいました。新選組の総長に就任。三男圭介らが京都に着くなり、老子組結成の中心人物、清川八郎から、本当の目的は、 尊王上位、天皇を敬い、外国を排除しようとする、思想の先方になること、だと知らされ、同組の結成は白紙に戻ってしまいます。そんな中で三男圭介は、近藤勇や肘方都三らと、京都に残留、京都守護職の合図藩、現在の福島県、藩主、松平かたを頼り、新選組の前身となる、 三浦たのです三男圭介は三男圭組への加入当初から新美錦や肘方俊三と共に副長の座についています。そして新たに新選組が創設されるとやがて総長に昇格。三男圭介は早々期から新選組の中心人物だったことが伺えるのです。 表舞台から姿を消して脱走へ、新選組打ちでの立ち位置の変化、岩木翔や事件での奮闘により、三男圭介は松平か森から八両、現在の約150万円の褒美金を貸しされますが、これを機に三男圭介の新選組における存在感は一気に希薄となっていきます。事実、三男圭介は1864年、 文久4年、源氏元年。6月の池田屋事件、池田屋騒動や、翌月に起きた、金門の変でも、出動していません。同年11月には、長州、現在の山口県、政党に、備えて、公軍録が、新選組内部で、制作されましたが、そこに、三男圭介の名は、ありませんでした。この新選組内での、 影響力の低下は、豚所脱走の引き金の一因とも考えられています。曲中ハット違反により切腹、三男圭介が置き手紙を残して、突如豚所を脱走したのは、1865年、現時2年、慶応元年、2月21日頃のこと、その追っ手に差し出されたのは、新選組一番隊組長で、あったでした、三男圭介は、 あっけなく大津、現在の滋賀県大津市の宿で発見され、特に抵抗する素振りも見せず、その日のうちに、頓所へと連れ戻されてしまったのです。新選組では、極中ハットと称される規則により、脱走は切腹に処すと決められていました。この取り決めに則り、近藤勇から切腹の裁定が下されると、 三男圭介は大前として受諾、仲間たちと別れの水坂月を交わした後、沖田宗氏の解釈で果てたのです。学ぶがあり、人格者であった三男圭介の死を新選組大使や身深いわいの人々は、ひどく悲しんだと伝えられています。三男圭介の脱走理由については、新選組が江戸幕府の総句、人の手先として、 使われるもの、になっていく。ことに耐えきれなかった。西本願寺への頓書移転を、反対したのに無視された。など、様々ですが、どれも定かではありません。